デュアンテレーモンヒースは、アメリカ合衆国、ジョージア州アトランタ出身のプロ野球選手、ウト右打ち。ウチ。2003年の MLB ドラフト27巡目で、ニューヨークメッツから指名されたが、レイクカウンティコミュニティカレッジへ進学した。2004年の MLB ドラフト25巡目で、タンパベイデビルレイズから指名されたが、契約には至らなかった。 2005年の MLB ドラフト23巡目で、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムから指名されたが、テネシー大学へ編入した。2006年の MLB ドラフト19巡目で、アトランタ・ブレーブスから指名され、8月9日に契約。2007年、A 級、ローム・ブレーブスで、プロデビュー。A 級ロームでは16試合に登板し、7月に A 級マートル・ビーチ・ペリカンズへ昇格。 AQ マートルビーチでは11試合に登板して2勝4敗、防御率5.8247奪三振の成績を残した。2008年は AQ マートルビーチと AAQ ミシシッピブレーブスでプレー AAQ ミシシッピでは13試合に登板して4勝5敗、防御率5.5646奪三振の成績を残した。2009年は AAQ ミシシッピとトリプル AQ グーイネットブレーブスでプレー。トリプル AQ グーイネットでは7試合に登板して0勝1敗防御率9.6418奪三振の成績を残した2010年4月8日に放出された2010年4月22日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだ移籍後は a q バーミングハムバロンズでプレーし39試合に 登板して2勝4敗にセーブ、防御率3.1284奪三振の成績を残した。2011年は、トリプル A 級、シャーロットナイツでプレーし、30試合に登板して4勝7敗、1セーブ、防御率4.73117奪三振の成績を残した。オフの11月18日にホワイトソックスとメジャー契約を結び、40人枠入りした。 2012年3月4日にホワイトソックスと1年契約に合意。3月19日にトリプル A 級シャーロットへ移動し、そのまま開幕を迎えた。7月4日にジェシー・クレーンが故障者リスト入りしたため、メジャーへ昇格したが、当番のないまま8日にトリプル A 級シャーロットへ降格。ロースターが拡大した9月1日に再昇格し、同日のデトロイト・タイガース戦で、 メジャーデビュー。5点ビハインドの8回裏一種から登板し、0回に3をムアンダム失点に抑えた。この年は3試合に登板して、防御率4.501脱三振の成績を残した。2013年2月22日にホワイトソックスと1年契約に合意。3月19日にトリプル A 級シャーロットへ移動し、そのまま開幕を迎えた。 4月12日にメジャーへ昇格。4月13日のクリーブランド・インディアンス戦に登板したが、1.2回を投げ1安打1失点に死球と結果を残せず、17日にトリプル A 級シャーロットへ降格した。4月28日にガビン・フロイドが故障者リスト入りしたため、メジャーへ再昇格。3試合に登板したが、 計3回で6安打6失点6死球と良いところが見せられず5月18日にトリプル A 級シャーロットへ降格した6月6日にジェイク PB ーーが故障者リスト入りしたためメジャーへ最小格し19日のミネソタツインズ戦に登板したが2回2安打3失点の乱調で翌20日に再びトリプル A 級シャーロットへ降格 その後メジャーへ昇格することはなく、この年は5試合に登板して0勝0敗、防御率11.743奪三振の成績を残した。2014年2月7日に40人枠を外れる形でトリプル A 級シャーロットへ配属された。この年はトリプル A 級シャーロットで22試合に登板して5勝1敗、防御率3.2273奪三振の成績を残した。 7月17日に放出された。2014年7月24日に広島東洋カープとの契約が合意に達したと発表された。8月30日に NPB での初勝利を挙げた。シーズン途中加入ながら7試合に先発して3勝、0敗、防御率2.3835奪三振と好成績を残した。2015年は抑えに転向した。 3月27日の東京ヤクルトスワローズとの開幕戦で初ホールドを記録し、3月29日の対ヤクルト戦で初セーブを挙げた。4月2日の横浜 DNA ベイスターズ3回戦で12回に登板し、梶谷隆行にサヨナラアンダを打たれ、来日初敗戦投手となった。34月は11回1、3を投げ防御率1.59を記録するも、 ホイップは2.12位と奏者を許す投球が目立ち5月1日に登録抹消され再調整となった。6月4日に再登録されてからは、抑えではなくビハインド時や大量リード時での起用が中心となったが、6月から8月にかけて30回を投げ防御率1.80、ホイップ0.80、脱三振率11.70、K、BB は5.57を記録した。 しかし、9、10月には再び走者を許す場面が目立ち、8回、1、3を投げ防御率5.40、ホイップ1.68と数字を落とした。結果的に、シーズン43登板で、4セーブ10ホールドとシーズン前に期待された、抑えとしての役割には果たせなかった。2016年2月から3月にかけ、韓国プロ野球ハンファイーグルスの入団テストを受けるも、 不合格。4月15日にメキシカンリーグのラグナガウボーイズと契約。5月17日にトレードでプエブラパロッツへ移籍した。2017年1月2日にシンシナキレッツとマイナー契約を結んだが、スプリングトレーニング中の3月28日に自由契約となった。同日中に前年在籍したメキシコのプエブラパロッツと契約した。 2018年3月9日、b c リーグ、富山 GRN サンダーバーズと契約、7試合に、登板し1勝4セーブ、防御率0.00の成績を残した。2018年5月10日に埼玉セーライオンズとの契約が発表され、移籍、5月15日に公示される。5月20日、対オリックス戦で中継ぎとして登板。 中継ぎを中心に活躍するが、チームの投手事情により抑えに転向。8月3日、対日本ハム戦で、NPB では3年ぶりのセーブを上げる。その後、抑えに定着をし13セーブを上げチームのリーグ優勝に貢献した。2019年は1軍で開幕を迎えるが、初登板の試合で1アウトも取れないまま逆転、さよなら負けを許した後、肩の痛みを訴えて、 登録抹消。その間に、マスダ達氏に、抑えの座を奪還されてしまった。以降は、セットアッパーに回るものの、首周辺を痛めたこともあり、不安定なピッチングを繰り返し、1軍と2軍を往復する。最終的には34試合の登板で、防御率3.73を残したものの11月に、ベーバー工事され、自由契約となった。2020年3月9日、 b c リーグ、富山がヒースの加入を発表した。同球団への復帰は2年ぶり。NPB 復帰を目的とした入団である。7試合に登板し、1敗1セーブ、防御率1.42の成績を残していたが、7月25日に出場選手登録が抹消された。NPB 球団復帰を推測する報道も出たものの、実際は故障によるものだった。 7月末に対談したと報じるメディアもあったが、対談はしておらず、2021年2月に背番号を変更することが球団より発表されている。最速時速154キロメートルのフォーシームと、ツーシーム、スライダー、カーブ、チェンジアップ、SFF、フォークボールが持ち玉。本人はスライダーに自信を持っており、人差し指を折りたたんだ、ナックルカーブの握りで、 カーブとスライダーを投げ分けている。フォークは回転をしないいわゆる無回転フォークを投げている。憧れの選手はジョン・スモルツとフレッグ・マダックス。ありがとうございます。